港南市立小地の南小学校は、愛知県港南市小地野町に位置する公立の小学校、通称古南。小地野町と北野町、小崎町、赤道寺町、大間町といった港南市中央部の市街地を校区としており、校区内には港南市役所、港南市文化会館、北野天神社、愛知県立港南高等学校、港南郵便局、港南市消防本部、 港南商工会議所、愛知北農協本店、港南駅などが所在する。昭和50年代に港南市立門亭山小学校を分割する前の当校は港南市最大のマンモス校で、分割直前は児童数が約2000人、各学年7から8クラスだった。平成に入ってからの全校児童は約900人で、令和元年以後は800人台である。 当校の卒業生の大半が進学する高南私立、こちの中学校も平成に入ってからの生徒数は約900人だが、こちの中学校も高南私立西部中学校を分割する前まではマンモス校だった。こちの中学校から西部中学校の分割新設は、当校からモンテ山小学校の校区分割による新設後3年を経て実行された。 なお、東高卒業生の内赤道次町西部、大間町在住者は西部中学校に、その他の大半はこちの中学校に進学する。高南駅西口から徒歩10分。高南駅構内の地下通路が、同校の小学生の通学路としても利用されている。学校北側に、こちの南小学校前の名鉄バス停留所もある。ありがとうございます。